とろけるサーモンレアか、いいレアか、このタルタルやばい、たっぷり、もう、うんま、しっかりめのサーモンの脂がたまらないね。皆さんこんにちは、シトアナです。サーモンをご用意しました。じゃあこれを刺身にしていく。いやいや、そんなわけない。生で食べる以外にもね、サーモンを美味しく食べる方法があるんですよ。そう、それは揚げてカツにすることだ。ということで今回は、これはサーモンの一番美味しい食べ方、とろけるサーモンレアカツを作ろうと思います。まず最初にタルタルソースを作っていきます。卵を茹でます。7分くらい茹でます。ゆで卵ってさ、分数いろいろ論争があるけど、一番アノンが信じてるのは冷蔵庫から出した状態のまま茹でる分数。常温に戻しちゃうと季節によって温度が変わるからね。冷蔵庫って一定の温度だから、冷たい状態で熱湯にぶち込んで7分が一番ね、信じています。玉ねぎをみじん切りします。このシーンさ、どんだけ取ったよ、本当に。世の中のうまいもんって、肉と玉ねぎでできてんのかな？それくらい玉ねぎのさ、出場回数多くない？玉ねぎさんは本当にポテンシャルが高い。今回このまま生のまま使うけど、辛みとか気になる人は、ラップしてレンチンをちょっと1分くらいするなり、酢水につけるなり、やり方はあるんだけど、刺激が欲しいから、今回は生玉ねぎのまま使うね。最近ちょっと生玉嫌いだったんだけど、タコスパーティーを配信でした時にサルサソースを作ったの。そしたらすごく生玉ねぎが美味しくて、ちょっとね、目覚めちゃった。ゆで卵を潰します。あんまり細かくしなくていい。おっきめの方がタルタルは美味しいと思います。先ほどの玉ねぎにお酢、お砂糖、十分にんにく、お塩、マヨネーズ、卵、混ぜ混ぜ、味見してみようかな。え、うまっ。このタルタルやばい。程よい酸味もあって、お魚に合いそう。素晴らしい。サーモンに塩、胡椒、裏面もしっかり味をつけてください。火通すと結構ね、味薄くなっちゃうんで、小麦粉をパラパラっとまんべんなくまぶしていきます。裏もしっかりめにまぶしていきます。側面ね、ここの面もあるんで、ここもちょっと粉を集めて、はい、いい感じにつきました。溶き卵をドバッとかけて、ちゃんとすべての面につけていきます。パン粉へダイブ。ちょっと押しましょう。キュッ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 。裏も、あ、ちゃんとしっかりついてる、よかった。もう一往復します。ダブルパン粉します。ほい。他にも面白いお料理動画いっぱいアップしてるので、ぜひ見てください。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくね。今からサーモンを揚げていきますが、2、30秒なんで一瞬です。えい。はい、もうかき油します。はい、いい感じですね。はい、もう揚げます。もう揚げます。よいしょよいしょ。ほっ、どんな感じかな。お魚の脂がすごい。マジでレアにできたよね。じゃあまず何もなしで食べてみよう。うわぁ、美味しそう。うわ、どんな味なんだ。焼き鮭とお刺身の中間のような、とろっとした焼き鮭の味、控えめな味と、しっかりめのサーモンの脂がたまらないね。レモンを絞ってみましょう。レモンじゃない方がいいかもしれない。悪くないけど、お魚の味が誇張されてしまう。せっかくレアカツにしたのに、お刺身に戻っちゃったって感じ。ただ、まずくはない。手作りタルタルにつけて、いただきましょう。たっぷり、もう、吸わせるわ。
感じでいただけます。これは正解だよ。うんま。生玉ねぎを使ったことで鮭油のお魚臭さを感じない。お酢も入ってるから少しさっぱりしていて食べやすい。とろっとした肉感と油がマヨネーズと合いますね。そんなわけで今日はサーモンレアカツを作ってみたんだけど、不思議な食感でした。カツオのたたきとか炙り寿司が苦手なのはお魚の半生ってどうなのって不安だったんだけど、とろうまでした。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。個人的には玉ねぎの効いたタルタルのレシピもおすすめです。では次の動画でお会いしちゃうぞ。シトアノンでした。バイバイ。